どうも、オナです。唐突ではありますけど、私はですね、今ですね、台湾に来ております。動画を撮ったりとか、まあ旅行したりとか、まあそういった感じで、まあ過ごしているんですけども、今回ですね、ちょっとこちらの、まあスーツケースの、紹介でございます。これはですね、ベロというですね、スーツケースでございまして、ここにベロって書いておりますけれども、このスーツケースね、すごいんですよ。ここにですね、ボタンがあるんですけど、これを押せば、こんな感じで高さを調整できるというですね、ものでございまして。それでね、これまだ真ん中の段階なんですよ。こっからさらに大きくなんですよ、ね。大きくなりました。というので最初はね、まあ、ここぐらいしかなかったものがもう本当に高くなっているという感じでございまして、もうこれで本当に普通にスーツケースとして利用できるというものでございます。今回はですね、このベロを使ってですね、明日帰国するんですけれども、帰国までの動画をですね、お届けできればなというふうに思っております。せっかくね、まあ、これだけ大きいスーツケースでですね、帰ることができるんでね、ちょっとお土産を台湾でいっぱい買って日本に帰ろうかと思います。すごい面白いスーツケースをちょっとゲットしました。ちゃんとこんな感じで TSA でも対応しておりまして、まあ、アメリカ旅行でも安心ですという感じでございまして、軽くちょっと私のでこの中身をどんな感じかというのをちょっとお見せしようかと思います。というので、結構私のですね、スーツケースの中身を紹介してくれというね、言われることが多いんですけども、一回も多分今までそんなことしたことなかったと思うんですけども、というのも私の紹介は基本参考にならないなと思ってて、ずっとやってなかったっていう感じですね。一応お見せしますと、これが下着で無印で売ってるポーチですね。これをもうまとめてざっくり、入れてるという感じで、あとはまあ、コンタクトレンズとか、そういったやつで、あとはパソコン関係、YouTube 編集とかしたりとか、そういった感じで、それでこれパソコンが入ってるんですけど、これはね、もともとね、ベロにね、ついていたものでございまして、今回MacBook Air 使っているんですけれども、ちょっと今入れてるという感じで、はい、すごいですね。これ入れたままね、大きくなったり小さくなったりとかね、することができるということで、こういったものも付属しているので、まあビジネスとかそういった時にも使えるということで、まあ不要な方はね、取り外しもできるんでね、ここら辺で取り外して、まあ自分で調整っていうこともできます。それでちょっと今回はまだ使ってないんですけれども、アクセサリーバッグみたいな、こういったものがありまして、ちょっとこれ開けてみましょうか。こういった感じで、まさにあれですね。私が今まで使ってたものですね。ケーブル関係で iPhone の充電とかですね。あとはウォッシュバッグ、全く同じですね。これ、私が航空会社もらったやつなんですけど、それで、アンダーベア、これは便利ですね。ワンダーベアというか、下着用バッグですね。すごいな。こういったものあるんだ。それでこれがクローズバッグ。まさにあれ。私はもうこれ一緒にしてるんですけども、こういった感じでついてきたりしますので、はい、これをですね、使うっていうこともですね、できるというものとなっております。本当にまあ、不思議なスーツケースですよね。これがですね、半分に小さくなったりとかするわけですからね。うん。ということで、まあ今回はライブスペースもありますので、ちょっとお土産いっぱい買って、帰ろうかなというふうに思います。今日帰国なんで、お土産買って帰り行きたいと思います。わー、竹こちら台北101ですね。ということで、飛行機までちょっと時間がありますんで、ここでせっかくなんで、でっかいスーツケースも、今はちっちゃいですけど、買い物いっぱいしたいと思います。なんか売ってるかな。こちら台北101でございますけれども、林百貨店、なんか聞いたことあるな。あ、台南の名所なんだ。このポップアップストアですね。かわいいデザインのものがいろいろ売っておりますけど、なるほど、ドラ焼き持ってる。まだまだ入りますね。ここはお土産ショップですね。じゃあここで買います。台湾って台湾パイナップルだね。ということで、よし、こんな感じ。ありがとうございます。少しですか。うん。もう一個。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。これで70%。70%。と35%。これが値段が違います。中古で450。ありがとうございます。はい。はい、これお願いします。あ、これ。はい。
はい、はい、ありがとうございます。あ、レシートもらいました。ありがとうございます。パイナップルケーキということで、これでじゃあ1段階高くしましょう。ういっ、だいぶ高くなりました。不思議ですよね、これね。もううまくできてる、うん、はい、はい、もう一個大きくなりますかね。じゃあスーパー買いましょうか。もう日本の食べ物だらけで全然台湾って気づかないですね。ここになんか日系スーパーなの。ここお土産コーナーありました。スーパーのこれ買おうか。君いろんなとこにいるね。すごいね、スーパーに乗ることはいいですよ。よいしょ。ということでまだまだ行きますね。ファミマもありました。じゃあちょっとファミマ行ってみようか。これでかいな、これいいか。もはやお土産よりも、もうスーツケースを埋めることが目的になってきましたけど、まあでもそれぐらい大きいということで、じゃあちょっとこれは白井さんにプレゼントしようかな。さっきのタピオカケーキと一緒に。これいくら ?200 とかなんで、1000円ぐらいですね。ということで、すごそうなのつけた。じゃあこれは日本にお土産買って帰る。アルティメットコーラ、ゼロシュガー。痩せそうですね。値段は意外とでもアルティメットではない。35円。なんかポテトチップスだとちっちゃく見えますね。めっちゃでかいですから、ね、ポテトチップスは巨大。コーラも、ね、ちょっと1本は飲もうか。これだけここに入りましょう。まだまだ入りますけど、ちょっともうでも時間もないので、はい、ぼちぼち空港に行きたいと思います。空港で帰ったら買いましょう。じゃあちょっとこれだけ伸ばしてください。ちょっと苦めな感じかな。これでもなんか大きいよね。あ、600ミリある。あ、600でも、コール600も飲まないな。ぬるくなったり飲み残しはちょっとだいぶね、価値が下がりますから。コーラ600もいらないから、麦茶だったらね、嬉しいけど、うん、でもまあまあうまい。でもなんか思ったほどアルティメイトではなかったような気がします。デザインはかっちょいいですけど。ではもう空港向かいます。今3時で、フライト6時、間に合う。今回帰りは松山空港なんで、まあ、大丈夫かな、はい、よし、元気で。だいぶでかくなる。これでも普通にスーツケースを使います。不思議や。お、あれすごい、レストランだって。お、すごい、コーヒーマシンがある。こういったの乗ってみるのがいいかもしれないですね。ということで、優雅にいいですね、この景色を眺めながらです。じゃあ私はまあ地下鉄潜りましょう。ということで地下鉄乗ってます。大体30分くらいで行けるみたいな。1階乗り換えめっちゃ近いです、本当に松山空港。今回ね、チャイナエランドですね。これどこだ、直行便。あ、プラハ、おー、いいね、いいね。あ、日本からプラハもないんですけど、直行便。ちょっと頼みますよ、誰か。チェコ航空か ANA か JAL か。プラハね、行きたいね。このまま松山機場ですね。はい、向かいます。暑い。景色めちゃめちゃ気持ちいい。
ミ空港でモノレール乗って行くみたいな。そこよりもだいぶ大きい系列ですけどね。というのも以前金門島にね、あの国内線乗りましたね。まあ、今回は国際線というか羽田線です。タイガーエアもいるんだ、こっちもな。カードにはお世話になりました。またなくさないように。290か。みんなが今回インターナショナルの道ですね。ということで、あの、まあ、馴染みある航空会社、まあ、ANA も JAL も飛んでおります。羽田便は6時5分の、はい、あの CI222 です。いい感じです。2時間半前ぐらい。国内は金門行きまいますね。懐かしい。うわ、さっき101も見えます。それが近い感じですね。じゃあ中入りましょう。あー涼しい。お、目の前がチャイナエライン。オープンしてなかったです。まあ、ここはそんな大きい空港ではないんで、もうチェックインも3時間前とか来る必要ないですね。多分1時間半前とかでも十分だと思います。まあでも遅刻したらね、怖いんで、まあ、大体2時間半とか前に来るのが理想ですね。このソファーいいですね。初めてで、まあ、文字書いてる。買いましょうか。フレッシュエッグロール、これいいですね。美味しいです。まろやかなです。よし、まだ入るかな。これでかいね。美味しそうでしょ。こっち側入れるか。パソコンは預けることはできないので取り出しましょう。結構最後大きいの買ってしまったな。よし、入りました。バッチリ。よし、ということで完璧です。じゃあこれ預けましょう。いっぱい入りました。もちろんね、あの鍵もあの閉めれます。私はあの鍵あんまりつけることないんですけど、あの壊されたりするのが嫌なんで、中身はまあ最悪見てもらっても構わんよって感じなんで、まあ人によってはね、あの絶対まあ閉めて届けたいっていう人はいらっしゃると思うので、うん、その時は もちろんね、あのつけることができます。いきましょう。ちょうどオープンしましたね。結構待ってる人もいるね。ということで今回何気にね、あのビジネスクラスなんですよね。というのもあのエコノミーも十分だったんですけども、マイルだとビジネスしか空いてなくて、はい、ビジネスしました。あ、すいません、こんにちは。あ、Thank you。 Thank you。 Thank you。 台湾はここで待たないといけない。待っておきましょう。ここいいですね。かっこいい。チャイナエアラインズスカイチームというところで、何十回言ってたんですけど、デルタ MX 持っとけば、あと150万の決済必要ですけど、それクリアすればスカイプライトエコノミーが使えるんで、私も持ってるんでいいですね。スカイチームな、いやマイルとか結構空いてるんですよね。大韓航空も加盟してますし、よく海外に行く人であんまり日系とかこだわりない人はめっちゃおすすめですね。ただ最大の欠点は、国内の航空会社でスカイチーム加盟の航空会社ないっていうところなんで、なんか大手アライアンスちょっと入らないですか、はい、ということであれば最強なんですけど、まあでもその分デルタが条件緩くしてくれて、別にね、修行とかしなくてもカードだけで OK っていう風な感じしてくれてるっていうのもあるんで、まあなかなか難しいところであるんですけど、とにかく海外に行く人にはおすすめですね、うん、ということで、じゃあもう今から出国しましょうか。ちなみに航空券はこちらになります。これを見合いも買いました。
ってるエバー航空もかっこいいですね。エバー航空はスターライアンス。ちなみに ANA のカウンターです。いや、台湾去ります。ありがとう。台湾楽しかったです。一泊だけでしたが、ということで無事出国いたしました。誰も人もおらずですね、荷物検査もすごくストレスがない、珍しい空港ですね。ゲートも少ないですね。1、4から9とかしか見えないですね。レストランとかも結構ある。人も全然いない。あ、でも、ね、結構エルメスとかプラダとかそういったところもあるみたいで。そう、 TSA ですね、あの空港コードは。まあね、先ほどからあの松山空港行ってますけど、ソンシャン空港で正しくは、うん、まあでもあのね、もう漢字が松山なんで松山って呼んじゃいました。おっ、ジャルもね、なんか展示してますね、うん、ということで、そう、愛媛の松山にもまあ空港があるんで、うん、まあ、空港コードはね違いますけども、もしかしたら海外の方で間違って行っちゃう人もいるかもしれないですね、年に何回かは、うん、ここに書いてますね、輝く松山空港というか、親切で利便性が高いということで、まあ、ビジネスとかですねにはぴったりですね。もう値段よりもとにかく時間というね、まあ、ビジネスマンの方とかね。僕もあれですね、航空会社のラウンジは全部まとめられてですね、ということで、じゃあ、いや、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。的です。はい、ということでこんな感じで、うん、あ、ドクターペッパーみたいなやつですね、うん、美味しい。じゃあルーロー、これだけでもめちゃめちゃ日本人の人がいらっしゃるんですけど、仕事っぽいですほとんどは。いい感じですね、うん、うまい。今はだいぶ柔らかい。おお、めっちゃ甘そうこれ、うん、うまい、うん、これおすすめ。黒糖、多分デザート的なやつが、あ、でもなんもないんだ。少しコクのないスーパー。というわけで ANA、JAL もあります。中国便も結構あるんだね、うん、ということで、じゃあちょっとここでゆっくりしておきます。よかったです。じゃあ行きましょう。今から雨降ってたんだな、気づかなかった。ということで、ここはフードコートですけど、眺め良くていいですね、このね。カンフーマサージすごい、どうなるか、ちょっと割り上げますね。30分で足の裏を出すのが、やっぱりちょっとこの空港は天井が低めですね。やっぱり古い空港ということもありまして、ここですね、まだ準備中。一部のところ以外はもう飛行機が見えない仕組みになってますね、うん、なんか空港っぽくない、あんまり。ということで、もう今から飛行機乗れるみたいなんで行こうかと思います。スカイプライティ、あ、JAL とコードシェア便なんだ。 JAL は飛んでないのか。はい、じゃあ一足先に行きます。結構便今乗ってるような感じがします。台湾のまあ観光客の方もいれば、日本のビジネスマン、まあ、この時間の、ね、フライトですもんね。いらっしゃいませ。
エアバス300だいぶ前に行ったことありますね。これのビジネスクラス、これはね、あの言っちゃあれですけど、ハズレのビジネスクラスです。独立型もチャイナエアラインあるんですけど、350かな、あるんですけども、今日横人来ると思います。あの空いてましたけども、こう人乗ってるっぽいんで、ということで、まあ、こちらで帰ります。これだけ日本人の人が乗ってるのは久々っすね。さすが台湾市。台湾も全然来てないと思ってましたけど、この松山空港のフライト乗られてるんですね。お手荷物は上の荷物入れに滑り出ることがないように気をつけておいてください。あ、税関1番、はい、お願いします。はい、はい、OK、Thank you。 ということで、そう、すごい、海洋料理っていう言葉があるんですね。これは中華料理ってことなのかな。あとは日本料理、おお、すごい。とうとうは台湾の日本の料理屋でしょうか。そこやってみたいです。これまたでも珍しそうですね。あ、This one please。 This one we have お飲み物は、Do you have a Cola Zero? Yes, Coke Zero. Okay, Coke Zero. Ice and lemon? Ah, yes please, okay. Both please. Okay, thank you. 台北松山 to Tokyo Haneda 本日は使っていただきます。それならにもご利用くださいまして誠にありがとうございます。ということですね、あの今から離陸でございます。結構満席なんですけどもね、まあ、普段の私の日頃の行いがいいからでしょうか、横には誰もいないという感じです。では今からあの帰国します。さようなら、サイチェン、台湾。飛び立ちました。もう全然ね、あの飛行機がいなかったからかすぐに離陸ですね。めっちゃいいですね。というので、まあ、今回のフライトは日本人の CA さんもいらっしゃるみたいですね。ありがたい。まもなく広島とこの辺のお食事をお持ちいたします。まもなくシートベルト着用のサインが消えますのでは、お座席にてお待ちください。羽田の到着までの間1時間55分の飛行機の旅をどうぞお楽しみください。もうでもこうやって見ると石垣島って本当台湾すぐ横なんですね。もう近いな。ひつまつお皿かわいいね。ちょっとね、仕方なくビジネスしたみたいな感じ言いましたけど、やっぱりビジネスしてよかったです、はい、いいですね。まあ、CA さんも、ね、日本語、台湾の方でもして、ね、ちょっと話してくれたら嬉しいですね。来ました、コーラ。ということでワンプレートですね。それは沖縄と、まあ、東京とそんなに変わらない時間ですからね。ということで、お、これは何かと思います。キャビアと金箔ですよ。でトリュフもね乗っかってるっていう。これかな、ステーキかな。
といってもまあね、あの洋風ですね、フュージョン料理って英語では書いてたんで、ということでこれか、まあ、和食かみたいな、やっぱり台湾の日本食レストラン、それもちょっと気になったんですけど、まあ、あのエバー航空だとね、リンタイフとかね出たりすることもありますけど、ではいただきましょう。トンハシマル、今回35,000マイル、スカイマイル でスカイマイルはね、一時期スカイペソっていう風にマイルでも1マイルの価値がめちゃめちゃ低かった時期があったんですけど、だいぶ今は改善されて、むしろ1マイルの価値は高くなった気がしますね。マイルでこれ路線乗れてるならお得だと思います。フレッシュな野菜でも気になるのはこうなってる、ゼリーのやつ、あ、ゼリー型サーモンだ。よし、サラダも美味しいです。で、チャイナエアラインは機内 Wi-Fi はないですよね。結構機内 Wi-Fi ないとこ多いですよね。やっぱりインターネットは有料でも使える選択肢があった方がいい気がしますけど、キャビアと金箔、危ない、これこのまま食べようとしたよ。おお、これね、これなんだろう、あ、こうやってかけるんだ、ピューって食べる人いそうだね。横は行っちゃいましょうか、一口で。キャビアと、まあ、金箔が乗ってるんで、ね、まずいはずがないです、ね、じゃあこのパン、もう外は真っ暗です。もうこうやって食べてるうちに沖縄は去ってる感じです。ステーキいます。じゃあトリュフの乗ってるやつ、あ、ステーキうまい。これはあれですね、もう赤身メインなんで、筋トレしたらめちゃめちゃ筋肉になるやつですね。まあ、あのしないんで脂肪になると思うんですけど、私の場合ちょっとまたムエタイしに行かないといけないですね。あとね、台湾って結構屋台とかでステーキとか、ね、食べてる人が多いイメージですね。台湾ステーキ、まあ、これとは多分違うと思いますけど、あれちょっと食べてみたいな今度。というわけでこんな感じの機内食です。まあ、ゆっくりステーキいただきます。ちょい揺れですね。では宮崎あたりです。ちょっと明かりが見えますね。見えないな、こんな感じや。あー、ありがとうございます。お、すごい、チーズケーキということなんですけど、あとアイスクリームは選択肢もありましたけど、あとフルーツももらいました。じゃあいただきます。ウーロン茶です。機内は結構寒いんでウーロンティーも美味しいですね。レベル高いイチジクもあります。まあ、短い路線ではありますけど、しっかり食事は出してくれますね。ではチャイナエアラインの食事はこんな感じでした。まあ、CA さんも忙しそうではありますけども、大阪とかね、そういった路線に比べるとまだ余裕が多分あると思うんで、私もゆっくりできますね。ただまあ食事を食べたら終わりって感じですね、このフライトは。もう今で高知あたりですかね。ということで、あと1時間ぐらい、じゃあトイレ済ましてまた戻りましょう。トイレはまあ普通こんな感じ。ちょっとでも座席倒してみましょう。
and cloudy in Tokyo. The good time is 9:24 in the evening. 9:24 in the evening. Tokyo, これより羽田行き計画を開始いたします。皆様の羽田到着予定時刻は日本現地時刻午後10時10分を予定しております。ご到着までの間、ご利用の時間がございますが、どうぞごゆっくりとお過ごしください。ということでアナウンスもありまして、真っ暗になったのは本当にわずかでしたね、5分ぐらい。ということであっという間の到着でございました。この飛行機は間もなく目的地に到着いたします。座席の背、肘掛け、フットレスト等はすべて元の位置にお戻しください。带入境日本，未经许可带入将可能被判处三年以下徒刑。皆様ご搭乗大変お疲れ様でございました。東京ただいま羽田に到着いたしました。本日はスカイシームメンバーチャイナエアライン日本航空との共同運航便をご利用くださいまして誠にありがとうございました。お疲れ様でした。遅いから皆さんちょっと急ぎ足ですね。私はね今日珍しくね車で来たんですよ、ね、駐車場置いてるんですよ。行きがね5時出発のフライトでタイガーエアでなので車があるからある意味もういつでもいいって感じです。今日だけは乗り継ぎの人もいるのかな、もしかしたらな。台湾経由でとかアメリカとか結構台湾はアメリカ便がそんなに充実はしてないと思うんで。今から入国です。皆さんちょっと急ぎ足ですね。めっちゃ時間かかった。でもちょうどプレミア公開してたんでフィリピン航空のやつです。セブ島へと。ちょうどよかった。まだ終わってないですけど、さすがすぐ見ます。おっと20分、そう待ちとかだったんで本当に20分待ちだし、すごいな。今躊躇してんだね。おバージン書いてますね。ケアンズだよね。よし、ということで人もたくさんいらっしゃる。ということで無事ですね、スーツケース受け取りました。こんな感じでございまして、はい、問題なくですね日本まで来れております。タグはここにねつけてもらって、タグがついてでもこうやってちゃんと閉まるようになってます。ということで、今回ねこのベロを使ってですねチャイナエアラインに乗ってみましたけれども、面白いスーツケースですね。ということでぜひ皆さん概要欄にねちょっとねリンク貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。それでねこれなんですけども、一番ね小さいサイズであればですね機内持ち込みねできるような設計にもなっているんですよね。ただちょっと注意していただきたいのが、横幅がね27センチありまして、航空会社によってはね25センチまでとかね、そういったところがあってね、ちょっと持ち込めない可能性もありますので、持ち込もうと考えている人はですね自分のよく使う航空会社とかそういったところですねチェックしてから購入するようにしてください。皆さん購入検討してみてください。ということで、今回はですねチャイナエアラインにも乗りましたけれども、いやぜひねチャイナエアラインもプラハ就航とかね、結構これからですね長距離線も飛ばしてくるんじゃないかなって思ったりもするんでね、あんまりなんて言いますか、チャイナエアラインってエバー航空とかはね結構認知度は高いですけども、そこまで認知度もね高くないような、台湾の航空会社なのみたいな感じで思う方もですねいるかもしれないんですけども、エアチャイナも一方でありますけれども、そういったね航空会社もありますので、ぜひ皆さんね利用してみてください。ということで、こんな感じでね今回の動画終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回お土産もたくさん買ったんで、友達とかに白井さんにもね買いました。娘もね食べれるやつも買いましたんで、みんなで食べようかなと思います。遅い時間にはなりましたけど、これから車で帰ります。それでは。